はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋ドットコムの石山です。大阪の卸屋さんの倉庫になんとスタインウェイを見つけました。スタインウェイの大型です。大型、でかいという意味じゃないですよ。O、アルファベットの大型ですね、このもの外地で入りました。象牙です。象牙のタイプのスタインウェイですね。見てください、こちらです。じゃーん、すごいですね。めったに出ませんからね、中古ではね。大きさ的にはこれぐらいの大きさですね。はい、ざーっと見てもらいましょう。スタインウェイ製造番号は、481で始まる番号になりますね。はい、全体見てください。スタインウェイのロゴも入ってます。綺麗です。状態綺麗ですね。傷もない、ありません。はい、ここにひびが入った。あ、これはちょっと塗面が割れてますね。これは修理が必要ですね。はい、音にはね影響ないんですけどね、塗料の問題ですけどね。はい、象牙はちょっと変色してますね。これは漂白すれば大丈夫です。ハンマーの状態はどうかな。はい、あ、大丈夫ですね。手を入れてありません。大体はスタインウェイ持ってる方は手ね入れられてますから、ハンマーもそんなに溝が深いということはあんまりないのでね。じゃあ音を聞いてもらいましょう。象牙黒炭ですね。黒鍵は黒炭ですよ。黒炭ね、木でできてます。はい、それでは音を聞いてください。おー、すごい。やっぱりスタインウェイはすごい。はっきりしてますね、音がね。代わりの音とはまたちょっと違う。